画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。というわけで、はい。弱体化された、除去適応能力、使っていきましょう。うわ、豚じゃん。ブーブーブー。ブーブーブー。ブーブーブー。ブー。ヘイブー。ヘイブー。もう見えてる。じゃな、倒していいかな。倒すわ。もういた。痛い。次の板、次の板。なに火火に、火にやられた。ああ、面白い。というわけでね、はい、やっていきましょうよ。まあまあまあ、火にね、やられてしまいましたけども。まあ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 、いいでしょう。まあ、今回一応オフレコがあるので、トンネルされてもいいかな。よくはないけど、生き残りたいけど。これは、何と、頭外し。いつかね、キャッチされるのだけは勘弁で。あ、さあ、除去できよう。向こう追ってるね。よいしょ。よいしょ。ナイス。はい、外れない。あんまりクローデット。よいしょ。次はデハが使えるんで、デハさえ見せらないようにね。本当にね、最近デハが増えたんですよ。アプリ入っていこう。デハ激増してるんで。よいしょ。デッドロックか。クローデット上でやってくれてんの本当にありがたい。あのチーズポジの選び方最高。おや、いや、これあのクローデットのおかげでいけるぞ。デッドロックがそこに入ってて、じゃあ、癒しの位置超いいね。私がだからあそこら辺にいたってこと分かってたから、クローゼット上に行ったんでしょ多分。知らんけど。マジでオフレコも刺さったしね。ナイス救助。治療をもらえてる。
あ、まだ発動してないか。そうかそうか、追われてる。ずさに変えるからね。いましたよ。癒しの輪のオーラ見える効果いいな。ね、いいよ。あの効果の、あの効果本当強いよね。あの昔と比べたらそれはさすがに弱くはなったんだけど、自分で治療できないから、人に治療もらわないといけないからね。でもあのオーラ見える効果で結構ね、あのそこら辺は解消できてるというか、なんか弱くなった幅が小さくなってるなと思いますよね。サバイバーのパークはなんか基本的に弱体化されてもどっかが強くなるっていう、他の部分が強くなって弱体化のね幅が相殺されるっていうのが昔からのお決まりなんですけど、やらないの。こっちの方が進んでるぜ。いや、出幅決めたいな。そうか、そこでチェイスするってことね。これはもうつけ切っていいでしょう。つけ切らない理由がないので、オッケーオッケーオッケー、つけ切れる。オッケーオッケー。まあ、あの風になってからチェイスしてないんで、状況適応が使えたかどうかは定かではないんですが、離れてた。これでも救うわ。オッケー、ラッキー、ラッキー。あー、やろうやろう。あー、みんちゃん漏れる。あ、ナイス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 。上か。いいね、いい足の輪。よいしょ。なんか、デハスナチャクを組み合わせたパターンもなんか最近流行ってて、なんかデハがね、増えた影響で。あ、じゃあ、こっちから行こう。よいしょ。ラッカ。あー、もう遅かった。ワンテンポ遅かった。みんちゃん、守れ守れ。守れ守るんや。うわー、ドアイト、ダメだダメだ。うわーうわー、ドアイトのワンチャン 4% にかけるしかないか。もう
頑張れ4パー、まだある4パー引いたら。あーダメか、あー漏れる。あーみんな死んじゃった。あーおもろかったね。死んでしまったわ。みんな死んでしまった。私だけが生き残ってしまったわ。なんか知らんけど。孔明たち3デッドロック。いやー、まあね、こういう時もあります。うわ、仲間意識あったのか、見てなかった。もうちょっと余裕あったか。県民じゃない、モレルが一回回復してからでもよかったかな、あの救助。いやーむずいよね、ああいうところでの救助。モレルがスマチャクね。まあ仕方ない、こういうのはあります、時折ね。こういう試合は最後のは完全にこう離れるのが遅かっただけだけど、まあ、仕方ないね。というわけで、はい、状況的誤解だけどあんま使ってなかったけど、まあ面白かったんで動画にしましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。